地球の愛する友よ。日々の活動を行う中で、常に変化する視点から意識の中に入り込む感覚が常に存在します。実のところ、視点は意図によって、あるいは嘘を信じることによってさえも選択することができます。思考、行動、観察によって、あなたは明晰な瞬間を迎えます。しかし、この瞬間も変化します。あなたは、次の瞬間に同様、新しい情報、またはさらなる混乱を引き起こす他者との交流がもたらされるまで、答えを持っていると信じています。あなたは制御不能、または少なくとも調整不能に感じるかもしれません。このメッセージは、常に変化する世界で安定を望む人々に語りかけるものです。この真実と明晰さの場所は常に利用可能です。それは揺るがない神聖な現実から得られます。それはスピリチュアルな視点によってのみもたらされます。すべての覚醒夢における自我構造の創造は、真実のかなりの歪みを許してきました。各人格は、覚醒が他者を倒したいという欲求を解消するまで、勝利から喜びを得ます。精神的な羅針盤と視点がなければ、成功とみなされるものは、肉体的な属性と、金銭的利益です。肉体的に魅力的であったり裕福であったりすることは何も悪いことではありません。しかし、人がそのように自分自身を識別した場合、真実の視点を失っています。人が怒っている場合、他の人に怒りを投影します。恐れている場合は、自分の恐れを他の人のせいにします。愛を内面で感じた場合、彼らの意識の中で気づくのは、喜び、平和、幸福感だけです。彼らはホルモンを放出し、すべての細胞に浸透する神経伝達物質と化学物質を活性化します。世界は美しく、彼らは他の存在に害を及ぼすことを望みません。他の人を知りたい場合は、彼らが他の人を扱う方法に注目してください。彼らの視点は常に知られています。誰もが感情の激動を経験することができ、誰もが夢の中で経験する感情の全範囲を感じることができます。これらの感情はどれもエネルギーのままではなく、思考によって生じます。しかし、極端な感情が解放されない満足の場所があります。これは、すべてを超越して精神的な視点を学ぶときに感じる周波数です。これは、すべての魂に知られている場所です。それは、静寂と存在感です。精神的な視点を実践すると、人生を楽しむことができます。あなたが、そのすべての観察者になるので、恐怖はありません。あなたは自分が夢を見ていることに気づき、すべての夢の中で真の自分を傷つけるものは何もありません。あなたは魂だけを持ってやってきたのです。しかし、この夢は違います。死はないので、あなたはすべてを持って去るでしょう。あなたはアカシックの生命の知識と、拡張された意識の光の力を受け取っています。木々があなたの話を聞くために寄りかかる色と光の世界を想像してください。穏やかでありながら力強い大きな動物を想像してください。友人たちが集まって音楽を聴くと、彼らは静かに座っています。あなたがとても美しく歌い、踊り、様々な種類の楽器を演奏できることを想像してください。そして、金色の縞模様の水晶の山々の上を肉体で飛ぶ喜びを想像してください。そして、貴重な妖精たちを忘れないでください。彼らはあらゆる場所で生命に奉仕するために生きているからです。あなたの鮮明な想像力で作られたこれらのアイデアは現実であり、スピリットによって知られています。自分自身を深く内側に進めば、
スピリットは忘れられた場所へ連れて行ってくれるでしょう。スピリチュアルな視点で、あなたの存在と傷ついた心を癒してください。工事の領域で知られているより、大きな絵で、あなたの現実を覆いましょう。あなたの光を思い出してください。そうすれば、愛の光線があなたを銀河に導き、再びあなたの遊び場となるでしょう。もうすぐ私たちは一つになります。エイイケマイエア、あなたをとても愛しています。